セントルイスグレードックは、フランス原産のセントハウンド犬種の一つである。この犬種名は、聖者類四世の大きな犬を表していて、名前は紛らわしいが、グレーハウンド犬種ではない。フランス名はシャングリド・サンルイン。1248年に行われた十字軍の遠征からの帰路の途中で発見された一頭の犬が、基礎になっている。この犬は、 体抗が高く大柄で赤灰色のワイヤーコートを持ったセントハウンド系の犬で、この犬を元に交配を重ねて改良を加えて誕生したのが本種である。本種はイノシシやシカ、オオカミなどの大型獣を狩るのに用いられた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると勇敢に立ち向かい、仕留めた。物落ちしない勇敢さとパワフルさ。 非常に高いコートの耐久性がイ4世のお気に入りのポイントだったと言われている。以後200年間フランス王室の犬として愛され、続けたが1470年代以降は鹿狩りが流星し、それに伴って王室の良犬も鹿狩り用の犬種であるキングスホワイトハウンドに一新され、グレードックたちは民間に売却された。売られた犬たちは、 多くの新犬種の作出に携わることになり、自身はそれらの中に吸収される形で、絶滅していった。本種の子孫のうち、最も有名でかつ、血を強く引いている犬種は、グリフォン・ニベルネである。このため、現在本種のことが最も、多く語られるのは、ニベルネの歴史を語るときである。グリフォン・ニベルネにやや似た、剛毛を持つセント・ハウンド犬種であるが、毛色、サイズ、 性質は異なっている。やや長めでボサボサとした硬いラフコートを持ち、うばらやけの牙、雨風をしのぐこともできる。眉毛や口ひげ、あごひげもふさふさしている。毛色は赤灰色。筋肉質のがっしりした体つきをしていて、非常に力が強い。マズルは短めで太く、足は長い。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のある垂れを。対抗は不詳だが、 ニベルネよりも体高が高かったことを考慮すると、およそ70センチメートル台の体高であったことが推測される。性格は主人に忠実で従順だが、屈強で勇猛果敢、頑固で独立心が強い猟犬気質を持っている。喫水の猟犬種であえり、波の人には手名付けることができなかった。運動量は非常に多く、狩猟本能が旺盛だった。 デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大木拓役生分道振興者、2007年、ありがとうございます。